石橋はじめ昭和17年1月11日は、日本海軍の軍人。日清戦争では、初代連合艦隊機関、松島公会長、日露戦争開戦時は、防護巡洋艦、高砂後の艦長、高砂後の食来、沈没後は、仮想巡洋艦、アメリカ艦の艦長。最終階級は、海軍中将。1三未艦に刀校四級。 石川県金沢市氷炭町出身。海軍随一の公会長であった。日付は、明治5年まで、旧歴、歴史と、名称第10話、官邦第701号、大正3年12月2日。官方第1776号、大正7年7月4日。官方第931号、序任1886年8月7日。 漢方第2541号、除人及び、事例1891年12月17日。漢方第4603号、除人及び、事例1898年11月1日。漢方第3727号、除人及び事例明治28年11月29日。漢方第3858号、付録。 事例1896年5月12日、官報第4915号、序任及び、事例1899年11月11日、官報第5835号、付録、序任及び、事例1902年12月13日、官報第1200号、序任及び、事例1916年7月31日、 ありがとうございます。